はい、タコレ実況ラッパーと39を始めていきたいと思います。ローザバさんが用心しねえというのを聞きながら、俺は特に何の用心もなく扉を開く。そしてそこには俺たちの想像を全く裏切らない光景が広がっていた。ひどい。やっぱり腹をえぐりて殺せ。頭をえぐりて殺せ。胸をえぐりて殺せ。料理人か料理さん煽られてんだけど、ゴーダさんだけ煽られてる件に関してゴーダさんだけ煽られてる件に関して。で、金蔵一応生きてる扱いなのこれ金蔵生きてる扱いなんだ。てか俺ホニャララをえぐりて殺せっつってさ、これさ、南條先生と熊沢のばあちゃん明らかにそれ以外の部分もえぐられてる件に関してこれどちらかって言うたら、これ死因首やろ。首えぐられて死んどるやろこれ、どっちもどう見てもこれ死因首だろ、えぐられてんの。前は部屋の中はまるで泥棒が荒らした後のような感じだった。引き出しなどが開け放され、引き抜かれたその中身を床にぶちまけたりしていて、几帳面な夏彦さんの部屋とは思えない荒らされようだった。しかしそれより最初に目に入るのは、部屋を入ってすぐのところにうつ伏せに倒れている豪太さんの遺体だった。胸のど真ん中にまるで吸血鬼にとどめでも刺すみたいに例の悪魔の杭がぶち込まれていた。あれだけ深々と胸に刺されたら一体どこまで至ってしまうのか、想像しただけで自分の胸が痛んだ。胸をえぐれば大根のパンだったか。マリアが俺の手を握ってくる。表情だけを見るならいつも通りだが、やはり3人もの遺体が転がるこの部屋の霊気のようなものに怯えているのかもしれない。てかさ、ローザーボーさん普通に死体が転がってる部屋にマリアを入れちゃっていいのか。前までは確かさ、マリア入っちゃダメみたいに言ってたよね確か。そして部屋の一番奥の壁際にジョージの兄貴が死んでいた。こっちは例の杭を腹のど真ん中にぶち込まれている。腹をえぐりとは第6の番だったか。シャノンちゃんの遺体は化粧台の前にうつ伏せに血の海に倒れていたなんか後ろから見ても笑う、あ、笑うじゃねえ、わかる、シャロンの巨乳具合血の支障が飛び散り、醜く割れた鏡で、あ、違う、ひどく割れた鏡で、彼女はこの世で最後の自分の顔を見たのだろうか。うつ伏せのため彼女の顔は見えなかったが、見ずとも想像はついた。うつ伏せの血の海に傍らに転がる悪魔の杭、残るのは第4の番。頭をえぐりて殺せ。俺の心はすっかり疲れ切って死んでいたのかもしれない。こんなことしちゃいけないと分かっているのに、彼女の顔を上げそれを確認する。そして自分の想像が完全に的中していることを確認した。シャノちゃんの額にはぽっかりと穴が開き、そこから中身がドロリと溢れてくる。それどころかその中身まで見えてしまう。それを見て俺は弱く、してはいけないことをしたことに気づいた。慌てて目を背けたところで、今さら何の意味もなかっただろうが。こら、バトラ君、警察が来るまでそっとしておかないとダメよ。勝手に触ってどういうつもり。せっかくの現場証拠がおかしくなっちゃったらどうするのよ。ローザおばさんに激しく怒られ、後ろ襟まで引っ張られる。俺は力なくよろよろと尻から転び、ぼんやりと天井を見上げる。マリア、これだ。第8の番まで終わっちまったな。第9の番って何だったっけ。魔女が蘇る。第9の番に魔女は蘇る。誰も生き残れはしない。そっか、これで黄金の魔女ベアトリーチェは復活するんだな。
そしてなんだ最後の第10の番。第10の番に旅は終わり、黄金の里に至るだろう。黄金鏡の扉はもうすぐ開かれるんだよ。もうすぐ魔女は蘇り、誰も生き残れはしない。俺たちはこれから死ぬのか、それともこれで生贄の儀式は終了で俺たちの旅は終わり、黄金鏡へたどり着けるのか。うん、何が俺たちの旅だ。俺たちは今日一日犯人を見つけよう、事態を打開しようと散々頭をひねって何も至れなかった。バカの考え、休むに似たりってやつだ。そうさ、俺たちは今日一日ずっと憎悪と疑心暗鬼で自分を焼き焦がした。死んだ人間しか信用できないって言って、わざわざ三人の死に顔を、こんな俺たちがどうして黄金鏡とやらにたどり着けるって言うんだよ。そうさ、何も解決できないなら何も考えずずっと閉じこもっている方がマシだったんだ。じい様が一番賢かった。昨日からずっと部屋に閉じこもり誰とも接触しなかった。それでよかったんだ。じい様が一番正しかった。大丈夫だよバトラー、マリアといれば大丈夫。魔女はとても気まぐれで、時に面白半分に人間を殺すかもしれない恐ろしい存在だけれども、でもマリアと一緒にいれば絶対に大丈夫だから、怯えないで。ありがとな、気休めでも嬉しいぜ。ローザ王さんは3人の剣士が終わるとこの部屋を再び封印すると宣言し、一方的に俺たちを追い出し、俺に預けたマスターキーを奪い返して再び正常した。奪い返すって。ジョージの兄貴は夏日おばさんの部屋の本来の鍵を持っていたらしい。それも回収していた。おいおい、マスターキーは全て手元にある。そして本来の鍵が部屋に閉じ込められていたならまた密室じゃないか。第4の密室ってわけかよ。俺たちはあの3人に対する疑いから解放され、再び客前戻る。もう何が何だかわからない。死んでいる者だけが正しくて、生きている者が全て狼だというなら、後に残るは俺にローザおばさんにマリア、それにゲンジさん、そしてじい様と気配すら見せない19人目の来客ベアトリーチェだけ。13人死んで6人が残った、まあ、でもこのメンツで言うなら、バトラと金蔵だけベアトリーチェとはまだ会ってないよね、直接的には。たった6人での狼と羊のパズルはどんな最後を迎えるというのか。かつて19人もいたパズルがたったの6人にまで減らされても、俺には何の回答も見つけることができない。客間まで戻ってくる。ひょっとすると俺たちがいない間に客間の扉にも何か不気味な魔法陣でも描かれるのではないかという不安を持っていたが、幸いにそれはなかった。ありがとう源氏さん、ここまでで結構よ。あなたも今日は休んでください。かしこまりました、これで休ませていただきます。おいローザおばさん、この状況下で源氏さんをたった一人で過ごさせるっていうのかよ。そうね、とても危険なことだと思うわ。でもならなぜ彼は無事なの。彼は三人が夏日姉さんの部屋へ向かった後ずっと一人でいた。なのに無事だった。狼と羊のパズルに最も弱い立場となる孤立した羊が無事な理由は何。狼がたまたまいなかったんだろ。違うわ、それが羊じゃなかったからよ。源氏さんが狼だって言うのかよ。彼は一人で厨房にいたそうだけど、それは証明不能よ。南條先生たちの死体を運んだりジョージ君たちを殺したりできたのは彼かベアトリーチェだけなの。一応金蔵もいると思うんですけどね、可能性の候補としては。ま、待てよ、その論法じゃ誰だって。バトラー様、
お気遣いをありがとうございます。私は信頼を勝ち得るのは常に100の言い訳ではなく一つの誠実であると信じています。たとえ信頼をいただけなくても私は最後まで誠実でありたいと思います。てか源氏よく見たらこれリボンつけてんだね。首になんか可愛いリボンつけてた。源氏さん、なら決まりね。あなたが本当に無実ならそれは明日やってくる警察が証明してくれるわ。だからそれまでの間あなたを疑いから外すわけにはいかない。なんかあなたって言い方がなんかすげえ冷たい感じあるよね。今まで源氏さんって呼んでたのに。長年後ろ宮家に仕えてくれたあなたにこんな仕打ちをするのは本当に心苦しいんだけれど、今夜は分かってください。そして明日になったらもう一度仲直りさせてください。源氏さんは小さく首を横に振る。今日も明日も私は後ろ宮家の使用人であり続けます。ご用がありましたらいつでもお申し付けください。それでは失礼させていただきます。そこまで言い切られては何の言葉も返せない。源氏さんは深々と頭を下げると廊下を去っていった。そして俺たちも部屋に入る。ローダーボさんは自分が全てのマスターキーを持っているにもかかわらず再び念入りに客間内の確認を始めた。カーテンを開け窓の施錠を再び確認している。それを見る俺は何というのかもうどうでもいい気分だった。てか窓の施錠とか言ってるけど普通に窓をカチッ破って入ってこれんじゃねえの。どうなんだろうね。まあ窓に限らずか。余計なことを言えばまた喧嘩になる。俺はしばらくの間その様子を廊下で眺めもうそろそろいいかなと思いそれを死に目に勝手に客間に入る。死者以外は誰も信用できないというならその手に持っている銃でみんなを殺して回ればいいんだ。そしたら最後には自分が狼であることに気づく。そして最後の狼の頭を自分でぶち抜いてこのおかしな殺人劇に幕を下ろせばいい。俺はそう毒づきながら自分が陣取っていたソファーに戻り両足を行儀悪くテーブルの上にどっかり乗せる。それをしようとした時そこに何かを見つけて足を止めた。なんだこれ。そこにはまるで俺宛てかのように養鶏封筒が置かれていた。片翼のわしの紋章の入った例の封筒だ。しかもそれは未開封だった。おい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 、なんだよこれ。誰がいつの間にこんなところに置いたんだよ。俺は死体を確認にみんなで行くまでずっとここに座ってた。そして何もなかった。そして戻ってきたらここにこれがある。大丈夫、戸締まりに問題はないわ。この部屋は安全よ。ロードおばさんがそうつぶやくのが聞こえる。おい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 、出る前にこの部屋が安全であることを確認した。戸締まりが完璧であることを確認した。そして正常して戻ってきてやっぱり戸締まりが完璧で、じゃあおいこの手紙は誰がどうやって置いたんだよ。封筒を開ける。中から便箋が2枚出てきた。1枚目には血のような赤いもので魔法陣が書いてある。これ魔法陣が書いてあるの書いての感じ多分ちゃうよな。これ描くの方だよな。いやでもいいのか、便箋だから逆にいいのかな。マリアに聞けば意味は分かるだろう。そしてもう1枚には文字が。気分の謎解きは進んでおりますか。もうじきあっさり時間切れ。第9の番はもうじき始まります。間違いねえ、ベアトリシからの手紙だ。おお、バトラー、それは？ああ、今ここに来たら、置いてあった。どうしたの、マリア？バトラ君、その手紙は？いや、その、ここに置いてあったんだ。どうしてだよ？この部屋はちゃんと戸締まりをしていたのに。どうしてだよ？どうして？マリア、いらっしゃい。ローザがもうバトラーを信じなくなってしまった。ローザおばさんは少しだけ目を閉じ何かを黙考した後マリアに来いと言った。マリアは母親の言う通りに従う。すると信じがたいことが起こった。ローザおばさんがその銃口を俺に向けたからだ。バトラ君、あなたを狼だと断定するわ。断定したんや、よりにもよって。どうして？私は
この部屋にたった今帰ってきて、そのテーブルの上に何もないことを見ているわ。そしてマリアがそのテーブルに近づいていないことも知っている。わずかな時間よ。でもこのテーブルに近づき、そして手紙を見つけたと主張するのはあなただけなのよ。まあその理屈で言うなら、あのローザがちゃんと確認したっていう証明はできないけどね。だから最終的な判断をするのは結局、マリアっていうことになるよね。どっちを信じるか。そんなのって、いや、めちゃくちゃだ。なんで俺がこんなものを置くんだよ。おいおい、俺は不審なものを見つけて報告しただけだぜ。なんで俺が疑われるんだよ。あなたにしかその手紙をそこへ置けないからよ。そう、これは自作自演。あなたが懐から封筒を取り出し、たった今見つけたかのように振る舞った。またあなた呼びになって。密室の中に魔女が入って手紙を置いていった幻想を作り出すためにね。バカ野郎、またそういう考えなのかよ。そんなことで俺まで疑うのかよ。いい加減にしろ。俺は親父たちを殺されてるんだぞ。そんな俺がどうして犯人の片棒を担がなければならないんだよ。なんかすげえ風の音みたいに聞こえるんだけど。そうね、たとえ莫大なお金がもらえるとしたとしても、そんなことで肉親の命を切り売りできるような悪魔がいるなんて信じたくないわ。でもね、いるかもしれない。いや、このイラスト初めてだね、ローザの。言い方が悪いわね。例えばバトラ君にとってルドルフ兄さんたちが親でなかったとしたら。ん？どういうこと？はあ？何を言い出すかと思えば、親父は親父だろうが。確かにキリエさんと血縁はねえが、俺の姉貴も同然のお人だ。そこだけは聞き捨てならねえぞ、この野郎。やめなさい。このイラストも初めてかな、地味に。ごめんなさい、言い方が悪かったわね。確かに後ろ見はバトラ君はルドルフ兄さんの子供かもしれない。でもあなた本当にルドルフ兄さんの息子のバトラ君なの？あ、分かった、理解した、マジ理解した。ローザが言いたいことを理解した。バトラは6年ぶりにこう金属会議に来たから、あの成長した姿を、まあ、知らないというか、今まで見たことがなくて、で、まあ、6年ぶりに会って、まあ、バトラーということで来たけど、実はバトラー本当のバトラーもう死んでて、まあ、死んでてというか、本物のバトラーになり変わって来た別物の偽物だって言いたいんでしょ。まあ確かにそういう推理あるっちゃあるな。何をわけのわかんねえこと。俺がバトラーじゃねえんなら誰に見えるってんだよ。ルドルフ兄さんも含めて私たちは6年ぶりにあなたに再会しているわ。あなたが本当に後ろ見やバトラーかなんて誰も証明できないのよ。あなたは本当は後ろ見やバトラーじゃなくて、後ろ見家の財産をうまく騙し取ろうと紛れ込んだ何者かかもしれない。あなた、自分が後ろ見やバトラーだとはっきり証明できる。今この場で。いい加減にしやがれ。俺は俺だ、後ろ宮バトラーだ。そこまで疑い出したらあんただって本当に後ろ宮ローザなのかよ。自分は自分だ、他の誰でもね。ああそうだな、あんたの言う通りだぜ。死体以外で信用できるのは自分だけってわけだ。そこまで言うなら反論させてもらうぜ。ジョージの兄貴たちが死んでいた夏日おばさんの部屋には鍵がかかってた。部屋の鍵はジョージの兄貴が持っていたんだろう。そしてマスターキーを持ってるのは今やローザおばさんだけだぞ。あの部屋に施錠できたのはあんただけじゃねえかよ。俺の推理じゃこうだ。あんたは真犯人と通じ合っていて、俺たちの目を盗み5つのマスターキーのうちの1つをこっそり貸し出したんだ。そんなことしないわよ。ほらここに5つあるわよ。てかローザとバトラーってバトラーの方が身長高いんだな。そんなの当てになるもんか。あらかじめ取り決めた場所に置かせて回収したかもしれねえじゃねえかよ。それに
マスターキーが5個かどうかは疑わしいと言ってたのはあんただぜ。じゃああなたはその封筒を、あなた以外の誰がどうやってそこに置いたというのよ。それが証明できない限り、あなたが狼なのよ。うるせえ。なんかもう子供の嫌になってきたな。子供の口喧嘩になってきた。ならあんたこそ証明しろよ。犯人はどうやってジョージの兄貴たちをあの密室で殺したと言うんだよ。どうやって施錠したと言うんだよ。全くにもってその通り。夏日の部屋も全く同じだぞ。いつもの通り、扉も窓も内側から施錠されていた。いかなるイカ様も細工もなく、そして隠された通行手段もなければ隠れる場所もない。夏日自身の鍵はジョージのポケットに入って室内に閉じ込められていた。あとは5本のマスターキーしかないが、それは全てローザが持っている。ついでに言おう、その客間も同じよ。本来の客間の鍵は使用人室に封印されている。だからマスターキー以外では解錠不能。部屋の密室定義もいつもに同じよ。おいおい、容疑者はもう一人しかいねえぜ。それでもまだかまととぶんのかよ。後ろ宮バトル。うるせえ、てめえも黙ってろ。すげえ字幕だこれ。てめえも黙ってろ。あとか言って。黙るのはあなたの方でしょう。あなた以外にどうやってその手紙を受けたというの。お、このイラスト初めてか。いやでも前見たかな。それが証明できない限り、あなたは狼なのよ。俺が疑えるってんならあんただって疑えるぜ。あんたこそ証明してみろ。最初に部屋に入って戸締まりの確認だのを始めたのはローザおばさんじゃねえかよ。なんかあんたって言ったりローザおばさんって言ったりなんか。そして俺の座っていた場所に再び俺が戻るだろうことを見越し、手紙をそっと置いたんだ。これはあんたの罠だって疑うこともできるんだぜ。どうして私がそんな罠を。私が狼ならこの銃で問答無用で撃ってるわよ。そんなのじゃ理由にならねえな。マリアの目の前で殺人ができねえから、うまく罠にかけようって回りくどいことしてるかもしれねえじゃねえか。マスターキーは全てあんたの手にある。ならここもさっきも全部あんたの仕業じゃねえかよ。言い逃れできるってんなら言い訳を聞かせてみろよ。そうさ、ローザおばさんは最初から怪しいんだよ。なんで親族会議の大人たちが6人殺されたのにローザおばさんだけが例外なんだ。なんでローザおばさんだけがあの礼拝堂にいなかったんだ。一つしか理由がねえよ。ローザおばさんが親父たちをあそこに招いて殺したんだ。くそくそ、それで全部説明がつくじゃねえかよ。ふざけんじゃねえ、ふざけんじゃねえ、わけのわかんねえことを言うんじゃねえ。一つしか、それわけのわかんねえことを言うんじゃねえ。ラメーとか言って、そこはラメー。ママもバトラーもやめて、やめて。誰も悪くないの。バトラーもママも悪くないの。これは全部魔女がやったんだもん。マジか、魔女最低だな。魔女最低だな。完全に頭に血の上った俺とローザおばさんの間にマリアが割って入る。マリアの泣き声に俺はハッと我に返る。その途端情けなくなった。涙が溢れ出した。そうなんだよ、全部魔女のせいだったんじゃないかよ。鍵がどうこうとかトリックだのアリバイだの全部全部バカらしかったんだ。魔女の仕業なのに俺たちは同じ人間同士を信じ合うこともできなくて。なあローザおばさん、人間の犯人なんて最初からいなかったんだ。全部
魔女の仕業だったんだ。だからローザおばさんが犯人のわけがないし、俺やマリアだって、そしてゲンジさんだって他のみんなだって犯人のわけがないんだ。どうしてこんなことに。俺はどうして大好きだったローザおばさんとこんなことの怒鳴り合いをしてるんだよ。ほんまに大好きだったか。優しくて大好きだったおばさんとどうしてこんな罵り合いをしてるんだよ。本当か、大好きって。なんでなんでみんなで疑い合わなくちゃならねえんだよ。おばさんを疑ってなんかいないんだ。誰も疑ってなんかないんだ。全部魔女の仕業だったんだ。ベアトリーチェの仕業だったんだ。全部全部ベアトリーチェが魔法で行った事件だったんだ。ベアトリーチェ、頼むからここに現れてくれよ。そして自分が全てやったと俺たちに告白してくれよ。もうごめんだ。こんな疑り合いはごめんなんだ。だから俺たちを許してくれ、解放してくれ。互いの死を見届け合うまで疑り合わなきゃならない地獄から解放してくれ。俺に優しい親戚たちを、いとこたちを返してくれよ。もう嫌だ嫌だ全部嫌だ。お前は確かに実在する。お前の勝ちだ。姿を見せてくれよ。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。声優さん大変すぎだろこれ。お、金堂の部屋かな。私はまだ生きているのか。金堂はいつの間にかまどろんでしまっていたようだった。老眼鏡を探し時計を見る。午後の10時になっていた。あやつの儀式はあってどこまで進んだのか。時間的にはもうだいぶ進んでいなくてはならぬ頃だ。金蔵は重い体を椅子より起こし、毎日眺めてきた魔女の肖像画に近づく。ベアトリーチ、もうじきお前の微笑みに再会できる。死んでもいい。お前の微笑みがもう一度見られるならこの命は惜しくない。だから豪商だ、お前にもう一度会わせてくれ。そして愛を誓わせておくれ。私の罪を謝らせておくれ。ああ、こ、罪って何なんだろうな。だが逃がさん、お前は私のものだ。髪の毛の一本からつま先まで爪の赤すらも私のものなのだ。キモすぎ笑った。実際こんなこと言ってやついたらマジやべえわ。お前の肉一辺までも全て私のもので、その亡骸の煮汁まで私のものなのだ。やべ、虫図が走るほどキモいな。皆さん、今度こそこの手からこぼさん。お前を永遠に私のものにしてやるぞ。二度と逃がすものか、二度と逃がすものか。吠えたける金蔵は震え出しながら壁をかきむしりながら膝をつく。いつの間にかおえつになっていた。違う、私が言いたいのはこんなことじゃないんだ。ベアトリーチェ、頼む、もう一度会わせてくれ。謝らせてくれるだけでいい。ベアトリーチ、
みっともなさすぎ笑った。いやこんな姿息子娘孫とか見たらもうなんかどう思うんだろうな。みっともなさすぎだろ。で金蔵って声優誰だっけ、まあ、知らない人だと思うけど。ちなみに誰、あ麦戸さんやん、麦戸さんやん。あれ麦戸さんってなんだっけ、まあ、有名だよね確かこの人。麦人ちょっと待ってね、麦人さん、麦人さんの有名作品は、すげえな、ドラマ、映画、アニメ、ゲーム、うすげえ昔から出てんじゃん作品。大御所やんけこの人。まあそんな声優メインって感じでもないのか。でも、有名な役何あるかな。あ、グラップラーバギ出てんだ、オロチドッポ、バキの、バキにも出てんだ。あとなんだろう、まあさすがにおじいちゃんだから主演みたいなのはないよね。まあちょっとなんかおじいちゃん役がばっかだと思うから、ちょっといまいちなんか俺もなんかわからんな。いや結構最近のまでだいぶ普通に今年のアニメにも出てるから全然現役やね。ちょっと正直になんか俺が知ってるのはなかったな。なんかこのキャラみたいなのなかったね。お前が愛しい恋しい、私が間違っていた。お前が微笑んでさえくれれば他には何もいらなかったんだ。いや麦人さんの今の年齢的になんかだいぶ金蔵と多分近いと思うね、実際の年齢が。私が間違えた、私がそれを間違えて取り返しのつかないことをしてしまった。その償いに残りの全ての人生を捧げた。くっそ情けねえ顔してる。くっそ情けねえ顔してる。お前に詫びるために私の罪を償うために、全て捧げたんだ。頼む、私の死の際でもいい、せめてお前に一言、謝らせて。ベアトリーチェさあ、で源氏さんはどうだったんや。震えながら泣く金蔵の小さな背中に一枚の金箔のような蝶がどこからともなく現れ、ひらりと舞い降りる。バカな金蔵。ベアトリーチェのこのイラスト多分初めてだね。男の涙で落とせる女がいるとでも。まあでも人間の女は落ちなくても人間じゃない女は落ちるかもしれぬ。金蔵覚えている、私としていたまだ途中だったチェスの譜面。金蔵は急に何かを思い出したようにチェスセットに近づく。そこには昨日まで南條と遊んでいたチェスがそのまま残っていた。その駒をザーッと投げ払うようにチェスマンからのけると駒は次々と並べ出す。それはゲーム途中の盤面だった。そうだこうだ、私はクイーンを進めた、とても良い妙手だった。お前には少々きつすぎるかもしれん一手だった。
お前は駒を見捨てるか見捨てないかに悩み、ずっと悩み。金座は向かいの席を開けて待つ。そこにきっともうすぐ対局の相手が帰ってきてくれて、再びこのゲームが再開できるのを。バカな金蔵、謝りたい、もう一度顔が見たい、微笑みを永遠のものにしたい。どうしてもっともっとシンプルな一言が口にできないのか。それこそが世界の一なる元素なのに。その時金蔵がつぶやいた祈り、懇願、ただつぶやいたとだけ表現するのが正しかった。お前を愛しているベアトリーチェ。それは何の邪心もない、まるで無垢な子供が口にするような清らかな言葉だった。本当にバカな金蔵、もしももう一度人生をやり直す機会があったなら、そんな言葉では絶対に女は落とせないことを知りなさい。そう、奇跡でもない限り。だからこれは、その時金蔵は確かに使用人たちのそれとは違う表紙の小さなノックを聞いた。誰だ涙なくなっとるし。扉の向こうの女は答えない。誰かと聞いておる、返事をせぬか。扉の向こうの女は答えない。まさか、まさか急に涙出てきたね。ベアトリーチェなのか。ベアトリーチェ、ベアトリーチェ。ちょろいぞこれ。金蔵、金蔵の扉ノックして答えなければ金蔵出てくるぞ扉の向こうの女は答えた。第9の番に魔女を蘇り、誰も生き残りはしない。いやいやいや、なんやねん、知らんわ。何これ、何これ、何これ急になんか移り変わったんだけど、シーンが。さあ11時30分ですね。おお、復活って書いてある。よし、とりあえず今回は切りがいいのでここまでしようかなと思います思います。いや、もう次で、まあ、最後までいくでしょうね、きっと。で、第9の番、第10の番っていくのかな。さあ、どんな結末を迎えるのか気になるところでありますが、とりあえず今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。